眼科医の平松です。今日はちょっといただいた質問に答えていきますけども、東洋医学で肝臓が悪いと目が悪くなるっていうふうに言われてるんですけど、どういう関係があるでしょうか。結論から言うとよくわかんないです、今のところ東洋医学のアプローチ、東洋医学が悪いとかいいとかっていうのとは別の問題で、東洋医学っていうのは全体を見ていきながらのアプローチなんですよ。だからなんていうかな、東洋医学って何々病に対して何の薬っていうのではなくて、あなたの小とか高とかっていう言い方するんですけども、まあ、例えば熱気がある方とか冷気があるとかとかとか、あなたの状態を見ての処方とかになってくるので、緑内障だからこの漢方薬みたいなのはあんまりなんていうかな、正道の東洋医学ではあんまりないんですよね。なので正確な東洋医学の先生の場合はあなたの小と高を見ながら出していくと思います。もちろんそれのもいろいろまた今度アップしていこうと思いますけれども、東洋医学的なアプローチが無駄だとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、西洋医学で完全に説明をするのはちょっと難しいっていうふうに考えていただけるといいと思います。今日は緑内障における東洋医学についてのお話をさせていただきました。